これぐらい水が出てるんですよ。めっちゃ出てるな。水分が出るんですね、これね。もうなんか乳化してるみたいな感じ。さあ、リュウジのお兄さん、リュウジです。ということでですね、今回はですね、寒くなってきたということで、寒くなったら何が食べたいかといったら、やっぱ皆さんうどんじゃないですか。冬に真っ逆さまなお野菜、白菜、白菜とお肉をたっぷり使いまして、無水うどん、うまみがごっさりなんです。ということで、ごっさりいってきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介はこちらの白菜が 200g で、豚バラがね、80g、 煮るから豚バラの方が柔らかくなります。で、冷凍うどんが1玉、ニンニク、あとはハイボール。概要欄に調味料が書いてあります。そちらチェックしてください。ということで、まあ、今回無水白菜うどんを作っていくんですけども、僕酔っ払っちゃったんで、まあ、さっきコラボしてたんですけども、コラボしていただいた方をちょっと呼びたいと。ちょっと雑だね。トックン来ていただいていいですか。イエーイ、お邪魔します。よろしくお願いします。トックンです。あなたの後に1000円以上し、ありがとうございます。ということで、今日は飲み友達のトップを呼びました。お邪魔します。よろしくお願いします。福岡から千葉まで来てくれました。ありがとうございます。リサに呼ばれたのに、はい、もう秒ですよ。ありがとうございます。ということで、今回はトップと一緒に楽しくこの無水白菜を薄いって聞いただけでも食欲めっちゃ湧き立てられますからね。一つだけクレーム言いたいんですけど、はい、さっきトップのチャンネルで飲んだ時に、一動画で5杯ぐらい飲むのやめてもらっていいですか。ハイボールも四捨五入したら水なので、いいレシピを教えていただいたので、早速家帰って実践したいと思います。はい、じゃあ君に横でオロチマルをしていただきながら僕が作っていきたいと思います。やっていくわね。やっていくわね。よろしくお願いします。お願いします。乾杯。乾杯。よし。ということで、じゃあ今日はトックンにも伝っていただきますので、一つなんで、はい、このチャンネル出ていただくんであれば、こいつをバズレシピ全部の、はい、頂戴いたします。はい、じゃあちょっとパパッとパパッといきます。ちょっと本当になんかリボンみたいなやつ。かわいい。キティちゃんみたいな。僕はもうバズレシピです。はい、じゃあですね、ニンニクをちょっとみじん切りにしてください。あ、かしこまりました。リュウジさん、マジでカメラ回っても回らなくても変わらないっすね。何十万人に見られてんのかという話ですよ。探さないとね、やっていけないっすよ、本当に。特訓流の切り方ね、これね。これいいよね、なんかね。これいい、すごく。半分にして、目を取ってから、このみじん切りにしていくと。包丁大丈夫？大丈夫です、大丈夫です。ニンニクさえ入れとけば美味しいと思ったんで。それは間違いないです。ニンニクに最初に気づいた人も天才ですよね。天才だね。白菜はどう切りましょうか。そう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 。で、ちょっと平らにする。じゃあもうちょっと近い。ここだね、ほとんど平らになってくるんで、で、こっからちょっとそぎ切りしてほしいんです。そうですね。マジで。そういうことです。要は断面が広くなるんで、これね、無水なんですよ。断面が広いと水がよく出る。ああ、いいですね。あ、そんな感じ。こんな感じでいい。そんな感じです。こんな感じで。千円ジャッシュしていく。千円ジャッシュしていく。こんなもんでいいですか、ね。完璧ですね。ありがとうございます。なんか切り口が全部切るのね。で、ここにですね、ごま油、だいたい大さじ1ちょいぐらい入れて。大さじ1ちょい、うん、鍋にごま油を。千円ジャッシュ。千円ジャッシュ。こんなもんですかね。千円ジャッシュ。はい。ニンニクだけちょっと入れていただいて、あ、先に入れていただきたいです。ペペロンチーノ作る時とかで、そう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 、それがごま油のやつです。ごま油バージョン、そうです。火をつけていただきますから。10秒ぐらいでいいですね。あ、そこがカトン豪華級の術とか言わないそれでもそれサスケくんだから。あ、俺が言うのか。そうですね、ユージさんがサスケくんです。はい、じゃあカトン豪華級の術します。言えてないっすオロチマルのパロディって、はい、はい、主役有名になったわけじゃないですか。それは何がきっかけだったんですか。それやってみようと。いや、もともと料理のその動画、うん、めちゃくちゃ好きだったんですよね。エシテロ的な、先にこう動画投稿されてるお兄さん方は、やっぱ、まあ、偉大な先人方がたくさん先人が、まあ確かにね、いらっしゃるじゃないですか、お兄さん含めて、はい、だったんで、ただ料理動画上げてももうないぞ、
はいはいはい。で、思って一発芸で声真似があったんで、声真似しながら料理すればとりあえず大丈夫です。一時代は気づいたよね、声真似料理っていうジャンル。でもなんかあの頃めちゃくちゃ他の人に似てた、めっちゃ似てた、ちゃいましたね。ごま油とニンニクの香りがすごい、うん、はい。で、ここにですね、千円女子、千円女子、失礼します。豚肉切ってないんですよ、はい、ちぎって入れてください。ちょこちょこっとこう、まあそれ半分ぐらいで大丈夫です。肉を切るとめっちゃ洗わなきゃいけない感じがあるじゃないですか。 ありますだから肉だけはね結構ちぎっちゃうんですよ、ね。で、白菜を結構たっぷり使ってるので、白菜から水が出ます。結構出来上がってません？いや、大丈夫。いや、今火消えております。料理酒大さじ5、大さじ5をこれで測る。1、2、3、4、5。あとここに大さじ1杯入れてます。大さじ1、ここに大さじ1杯入れてます。悪っ、やばい、やばい。白だし大さじ1、お塩が小さじ4分の1ぐらい、もう全部、まずバーで入れちゃっていいです。バーン、はい、バーン、うん、これ蓋をします。弱火で、弱火で15分。タタ君がちょっといなくなったんで、僕です。15分後に、タイムスリップです。ということで10分ぐらい経ったんですけど、そのうちにこれ冷凍うどんね、これあのゆでうどんとかでもいいんですけども、とにかく火通してください。で冷凍うどんだと4分ぐらい、今これぐらい水が出てるんですよ。めっちゃ出てるな。うどんもこん中で煮ると結構水分持ってかれちゃうんで、なんで電子レンジで調理するか、他の鍋で茹でたかしたうどんをここに入れてほしいんです、うん。コラボした人の中で一番飲んでる。あ、本当ですか。あ、それめっちゃ嬉しいですね。じゃここに千円ジャッシュ、千円ジャッシュとあえていきます。はい、めっちゃいい匂い。で、これがね、相当ね、ちょ、俺の値段なんだけど、一緒、ま混ぜていただいてたんで。で、この白菜からすっごいとろっとろな、このほんとトロットロっすね、トロットロなこの水分が出るんですね、これね。なんか乳化してるみたいな感じ。もうほぼ、何わかんないっす、あれ、実は完成なの。じゃあこれを持っていきます。はい、トップが作っていただいたんで、じゃあ盛り付けマジン切っただけですけど、はい、私盛り付けマジン、汁気が少ないんですよ。もう逆に味が凝縮してるんですよ。あー、いいっすね。汁がさ、うどんより全然少ない。ごまをね、ごまこれはまず、こう指先でもうスリスリひねりながら千円じゃん。そうです。千円じゃし、ネギはそう、ネギはもうちょろっちゃらっと娘発車よ。じゃあ、ちょっとやらかそうぜ。バリだ！お願いします！いただきます。もう一本取るからね。シミもやりました。いただきます。めっちゃ美味しいっすね。先ほどおっしゃってた、うまみが凝縮されてるっていう感じがすごくわかります。うまみそうなんだよ。これうまいね。ちょっと意識戻ってきたわ。うわ、美味しい。日本酒って米から作られてるんで、うまみ成分がすごい強いんですよ。うまみ成分の強い白菜と豚バラと、白菜のこのトロトロでもないしシャキシャキでもない、このちょうど中間の感じが分かっていただけるんですよ。いや、本当に美味しいです、これ。うまっ。これ言ったらハイボール全部いけると思う。うわぁ、味変カンフージェネレーション、ありがとうございます。味変カンフージェネレーション、いや、ラー油は絶対合うって。うますぎてうまになった、なったもんね。あ、いいんですか、こんな柚子胡椒。うまっ。でも柚子胡椒はね、九州行って食う柚子胡椒が一番うまい。もうこの動画終わるやん。あ、じゃあ最後ちょっと終わりです。じゃあ、明日もよろしくお願いします。はい、エソテン。ありがとうございます。ハイボール何杯飲んだか分かんないですよ。飲みすぎなんですよ。このチャンネルは1動画2本なん、2杯なんですよ。ルール決まってないんですけど、
あのそれをやってしまうと、あの僕が2本目でレベル4とかになっちゃった。ちょ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 、絶対ね、加減した方がいいよ。したあら回転が早すぎる。いやもう、あのすいません、もうごめんなさい。もうそれこそ先輩とコラボさせていただくって非常にこう幸せな立場でありながら、でもなんて多分私がいっちゃ楽しんどるっすね。ちょっと待って、この動画ちょっと特訓の方がめっちゃ飲める人なんですいやいやいや、ちょっとダメだ、これはこれちょっと、え、これあ、これちょっと俺飲まないと。いや、何勝負上がったじゃないですか希少部位とか言われるそっち言っちゃう。なるほど、そっちフェチですか。希少部位フェチ。じゃあ要は料理できるから、うんうん、家庭で、はい、あのただ家庭でできないものの方が好き。なるほど。そう、限定酒とかね、うん、いやもう冷やおろしとか、はいはいはい、うん、日本酒の冷やおろしとかまあいっちゃうタイプ。あ、でもキヨシさん、一緒に福岡行こうって言ってた。本当っすか。そう、やばっ、ゆうじくん行こうぜ。マジっすか、やばっ。え、ちょっとまた酔い覚めました、うん、もうリセットされました、ね、福岡めっちゃ好きなんだって、キヨさん。いや、嬉しい。え、ちょっとマジっすか、ほんと、あの、とびきりの美味しいお店、うん、アテンドいたしますのでえ、でもドラマだもんね。まあ一応、端くれではあります、うん、はい。